女探偵、ドロテは、モーリス・ルブランが1923年に発表した、小説。現代に即した、綱渡りのドロテというタイトルの翻訳もある。孤児と共に、サーカス団を結成し、その座長を務める、綱渡り芸人兼ダンサーの美女、ドロテが、彼女の祖先であり200年前に、自身の復活を夢見て、眠りについたボーグルバル公爵が残した。 インのボールフォルチュナという言葉を手がかりに宝を探し求め、同じく公爵の宝を狙う公爵の子孫や悪漢たちと争うカリオストロ伯爵夫人で語られた四つの謎の一つが物語の主題であるため、ジュンルパンものとして扱われることがある。主人公のドロテに思いを寄せる登場人物の一人に、ラウール・ダベルのワがいるが、王妃の首飾りやカリオストロ伯爵夫人において、 アルセーヌルパンが、ラウール、ラウール・ダンドレジーを名乗っていることから、ラウール・ダベルノワ・がルパンではないかとする説がある。本作の日本語訳を行った、星野流著、南陽一郎、長島良造らが、ラウール・ダベルノワ・アルセーヌルパン説の解釈をとっている、胸を自作解説などで述べている。また逆に、本作の設定年代、推測されるアルセーヌルパンの年齢、 ラウール・ダベルノワの年齢描写からラウール・ダベルノワ・アルセーヌ・ルパンとする説もある。1983年にジャック・ファン・スタン監督によるテレビドラマシリーズドロテ・ダンセウセデコードが放映された。主演はファニー・バスティアンでドロテを演じている。また、マーシャ・メリルがシャニー・ハクシャク夫人を演じた。子役時代のジュリエット・ビノシュも出演している。ありがとうございます。